そしたらその肉シール貼ってくれるよ。よく行くスーパーで知らんおばちゃんがそう声をかけてくれ、カゴに入れかけてた肉を戻す。そっから二人何を話すでもなく肉売り場付近で待機してるも、5分食べと一向にシールを貼りに来てくれる様子がなく、なんとも言えんしれったい時間が流れる。もう全然シールなしでもいいからその肉買って帰りたいんやけど、おばちゃんの親切を裏切るような気がして、何より今もシールを信じて待ってるおばちゃんを否定するような行為に思え、あと少し人待機してると知らんおっちゃんが俺が買おうとした肉を手に取ってカゴに入れて、その時おばちゃんあって言って、そのハーバーもシールよりはるかに価値があって、取れたらないような素晴らしい日々、見落とせばただ前を過ぎ去る素晴らしい日々、ふとした時にたまに蘇る素晴らしい日々、明日もきっと自然になるよ素晴らしい一日。明日枝豆の収穫あるから、自分の家のドアの分どこにかけとくわ。家でシャワー浴びてるとインターホンが鳴り、覗き穴覗くと昨日もその人が立っていた。そういや言ってた、ドアノブにかけるって話やったし、今前来からとりあえずおらん手で後日お礼を伝えよう。後から表を覗くとドアノブには何もかかっていなかった。後日その方に会い枝豆を届けに来てくれた日の話が出るかな思ってたら全然出てこんくて、こっちもこっちで一方的に覗いてた事実が気まずくて、なんとなく切り出せず、普通言うてまうやん、店行って臨時休業やった時とか、いついつ行ってんけど休みやってんなとか、この人は見過ぎ終わった善意を口にせず折れるんや思って、なんかすごい感動して、取れたらないような素晴らしい日々、見落とせばただ前を過ぎ去る素晴らしい日々、ふとした時にたまに蘇る素晴らしい日々、明日もきっと自然になるよ素晴らしい一日。ほんまに90度か？仙人みたいなおっちゃんがサウナに入ってきた時の第一声、足にロッカーの鍵、手首にサウナ札をつけ、鼻歌混じりに一番上の段に上がる。砂時計を前の人が返すとセンキューと一曲歌い上げたバリのトーンで返す。90度かは知らんが、おっちゃんが来てから室内の式が上がった。何何？めっちゃかっこええやん。俺もこの日ラストの3セット目やってんけど、おっちゃんと2人で喋りたいなってすげえ思って、そのチャンスを狙うためにも今日は 4,5 セット行ったろう思って、いざ決めるとなんかワクワクしてきて、以前にもそんな出会いがあり、その人に今の10分3セット入る基本を教えてもらってんけど、ロッカーで水を飲んだり延長戦に備えてたら、結局そのおっちゃんその日その1セットで帰って、取れたらないような素晴らしい日々、見落とせばただ前を過ぎ去る素晴らしい日々、ふとした時にたまに蘇る素晴らしい日々。